やっと来た。お疲れ様。もうそろそろ来る頃かなって思ってたんだ。まったく、騎士さんくらいのものですよ。私たちのリハーサル中に時間を取ってもらえるなんて光栄に思ってくださいね。そういう紬も、今日は騎士さんが来ないか会場の入り口をそわそわ気にしながら待ってたんですよ。ちょっと近さ？ギルド管理協会から話は伺っています。必要な書類を持ってきますので少し待っててくださいね。大きなステージに出演する予定があって、それに向けてリハーサルしてたんだ。それで曲に合わせたライブの演出を考えるためにアドバイザーの方をお呼びすることにしたんです。衣装とか演出とかいろいろ参考にしたくて。それで先生たちが呼ばれたの。私たちでお役に立てるといいんだけど。みんなを元気いっぱい応援するなら、この初音ちゃんにお任せなのだ。キラー。最高に盛り上がったサマーライブだけど、次のライブではそれを超えていかないといけないから。まあ、のぞみさんに付き合ってきたおかげで大抵の修羅場は乗り切れるようになってきましたけど。なんだかんだ言って紬も根を詰めすぎるタイプなんですから、私たちに手伝えることは手伝わせてくださいね。お待たせしました。それではこちらの封筒をお渡ししますね。はい、それじゃあ騎士さんも用事が済んだでしょ。私たちはライブのリハーサルに打ち合わせと予定がてんこ盛りなので、とっとと気をつけて帰ってください。次も最高のライブにしてみせるから、これからも私たちのこと見守っててね。また会場で会おうね。あなたは頑張り屋さんだから無理しないよう気をつけてね。疲れたらちゃんと休憩するのよ。君に元気が出るように私も全力で応援しちゃうよ。